ピッチは降り続く雨を受け止めています。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第2節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。シュート、いけるか。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。さあここからどう攻める。ヘッドでつなぐ。スローインです。ここで笛です。前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦開始の笛です。主審ファールを取りました。中へ放り込む。さあチャンス到来。ハイボールを競り合う、ハイボールを競り合う。
ンビリバブルゴール。同点に追いつかれてしまった。スロー VT。まるでボールを持った仮面舞踏会。後半20分経過しました。おっと、足がかかった。ディフェンダーも必死です。空中戦、ふわっと上げる。さあ、どちらがボールを支配するのか。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。キーパーに阻まれました。コーナーキックを得ました。力が入らない。さあ、チャンス到来。一旦戻す。シュート。これは決めて欲しかった。走り込んできた。シュー、入った。ゴール、ブリリアントゴール。引き離します。さあ、もう一度見てみましょう。このまま栄光への奇跡をたどることができるのか。ヘッド、スペースができている。なんてアートだ。追加点。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。マークにつきます。スローイン。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。粘り勝ちです。さて、中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。残念ですが、この辺でお別れの時間です。実況は私、ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは、フットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。